はい、ということで本日2本目の動画ですね、横綱やっていきたいと思います。でこの横綱に関しては基本的にワンパンは狙わないでください。っていうのもボスの HP が多いのと、ボスが2ゲージしかないので基本的にはもう友情ゲーしてください。で軽ユーザーに関してなんですけども、2ステージ目で必ず出ます。なので2ステージ目で軽ユーザーが出なければリタイアしてください。まあ非常にこのクエストの特徴としましては軽ユーザーの判断がめちゃくちゃ早いです。はい、なんでこちらも結構高速周回ができますね。でパーティーなんですけども、まあ、アナスタシアだったりボーパルアルファヘパイソースを入れているんですけども、基本的に自分の持っている、まあ、共有上キャラを編成していけば、まあ、周回しやすいんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはギミック対応重力バリアですねに対応しているアナスタシアだったりボーパルソードアルファを編成して、まあ、貫通で楽々周回といった感じですね。まあ、本当に自分の持っている共有上キャラで周回するのが一番いいかなと思います。まあ一本ね白爆発とか入れておくと結構バランスが取りやすい、まあアナスタシアですね、まあ、取りやすいんじゃないかなと思いますね。でその他だと、まあ、機長とかアルセーヌファントムモード、結構敵が壁際に寄ってるのでアルセーヌの友情が刺さりやすかったりしますね。あとは順当にカマエルだとかネオに関してはね動画の後半で紹介しています。なので引き続きねこの編成が終わっても動画を見ていただけると嬉しいです。なんでまあ基本的には友情ゲーしてサクサク脳死で周回するのがいいんじゃないかなと思います。前で言うとヒュンケルとかドラクエコラボのヒュンケルとかに近いような感じですね。ということで続いてはね編成難易度低めのパーティーを紹介していきたいと思います。引き続きご覧ください。はい、っていうことで引き続き編成難易度を落としたパーティーを紹介していきたいと思います。アンフェア2対2フレンド枠ネオですね。で軽ユーザーの出現率アップっていうことで試練の門のニュックスを採用しました。でニュックスをね採用した理由なんですけども、単純に貫通の重力バリアギミック対応でネオ引っ張れるよねっていうことですね。あとは味方の友情コンボを発動させやすいっていう単純な理由です。まあどのキャラ見てもね多分ニュックスが一番いいかなと思いますね。で基本的に敵全体の HP がわりかし多いので、まあ、ネオのね友情コンボがめちゃくちゃ刺さります。本当にボスのねラスゲの HP とかもね、まあ、1000万近くあるので基本的にそこでもネオの友情コンボが刺さりやすいかなと思います。であとはアンフェアがもうめちゃくちゃ強いです。もうさすがとしか言いようがないですね。まあ、基本的にこういうね重力バリアがちょいちょい出てくるステージはね、まあ、あんまり動けないことが多いんですけども、まあ、あんまり重力バリア出てこないので、まあ、基本的にはアンフェアの友情とかネオの友情コンボを使って突破していくっていう感じですね。でアンフェアはねマーキングミサイルでネオの友情コンボも誘発できますし、もう非常に強いですね。長短とかも持ってて雑魚の打ち漏らしとかも、まあ、しやすいので降臨枠はアンフェアかなと思ってますね。まあ、他にね、アンフェアよりもっといいやつ持ってるよって人は、アンフェアの枠1枠減らして、そのキャラを刺してあげるのも全然いいですし、まあ、例えばね、白爆発のアナスタシアとか刺してあげると、まあ、ネオの友情コンボをね、より引っ張りやすくなるので、全然そっちの方がいいかなと思います。こういうね、挟まってしまう場面がたまにあると思うので、そういう時はね、ためらわず、ネオの貫通かストライクショットを使っていきましょう。はい、ということでね、以上、編成難易度を若干低めのパーティーを紹介していったんですけどもね、今夜9時のハイランドスカルドラゴンも動画出していきますので、チャンネル登録と高評価していて待っていてください。ということで、終わります。バイバイ。